愛知県選挙区日本第一党、43歳昭和54年生まれ、愛知県出身、43歳、名古屋情報専門学校卒、飲食店店長では、伝美喜さんの政見放送です。 私は日本大使党公認候補デンミキです日本大使党は党首桜井誠が保守思想に基づき日本第一主義を理念とし設立した政党でございます。今回党全体として天皇陛下は府警を堅持消費税ゼロ所得税2年間免除自衛隊改革国防費 GDP 比3%以上日本人学生向け奨学金は 全額給付この四つの政策を主張しておりますが飲食業に携わる私は以上に加え安全保障としての食糧問題を訴えたいと思います現在日本の食糧自給率カロリーベースは37%ですこれは先進国において最も低い数字となっております日本は外国に 食料を依存しております。各国から金融処置が行われた場合、食糧難になってしまいます。現に今回、ロシアによるウクライナ侵攻、シナ中共のロックダウン、インドの熱風、アメリカの干ばつ等で食料は高騰しております。穀物で言わせていただきますと4月に 小麦が17.3%と値上がっており、これはまだ在庫がある状態です。ですので、年末あたりには大幅に値上がってくる可能性もあります。また、農作物を効率よく生産するために、化学肥料が必要です。この化学肥料も、ほぼ大半は輸入に頼っております。ですが、この2年間、 まともに輸入がでできていないな状態です。その結果、6月に値上げ幅90%以上値上がっております。これだけ肥料が値上がったならば、農産物は大幅に値上がらなければならないのですが、実際はそうなっておらず、値上がっておらない。これは肥料や原価が値上がったとしても、 野菜の価格は独自の仕組みで動いているため価格に転嫁できないその結果値上がるならば農家も経営は維持できますが値上がらないとなると廃業せざるを得ませんただでさえ日本の農家は減少しております平成27年から令和2年この5年間において25%の農家は減少しておりますこの計算でいきますと10年で半分の農家は 減少するその可能性もありますそうなれば食料自給率はさらに下がってしまいますそうならないために開発者研究者を集め国産肥料を開発するこれは急務でありますそして最後に党の政策の一つ自衛隊改革国防費 gdp 費3%以上についてご説明させていただきます今なお続くロシアによる ウクライナ侵攻、これは代理戦争です。本来はロシア対 NATO ではないかとも言われております。では、この代理戦争、東アジアで行われたらどうでしょうか、それが現在直面している問題、シナ中共による台湾侵攻、そしてその次は沖縄侵攻となります。その時我が国は 憲法9条の精神に基づいて何もしないのでしょうか。アメリカは守ってくれるのでしょうか。アメリカは世論が政治を動かす国であり、日本は自分たちの国は自分たちを守るべきであり、日本のためにアメリカ人が血を流す必要はないというのが今やアメリカの世論です。これはある意味、アメリカ人からすれば全く自然なことなのです。この背景として、 冷戦構造が崩壊し、アメリカの、アメリカが、日本の反響の取り柄として、日本を守らなければならないという、それが戦略的必然性が奪われたことにあります。自国は自国で守らなければならないのでしょうか。 そうです自国は自国で守らなければならないのです。ですので、日本第一党は核保有もいたします。これは他国に打つためではなく、自国を守るためです。皆様、そろそろ本気で核保有を考える時が来たのではないでしょうか。日本第一党は日本人のための政党です。日本のために、日本人のために、これからも政治活動を行ってまいります。 皆様、デンミキをよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。愛知県選挙区、日本第一党、デンミキオさんの放送でした。